やビタミン、ナトリウムなどたくさんの栄養素が含まれています。私たちは桃玉の四角から油を取れることを知り、種の中の 6.14% に含まれている。今年は18校32名で参加する。一つ一つの経験や出会いを今後の活動を発展させていくための原動力にしたいと考えています。